ももかです。ゆらりです。あぎやです。ピンク、ラテ、ティー、ピー、始まるよ。イエーイ。今日の企画はピンクラテおすすめアイテム参戦です。イエーイ。はい、じゃあ今から3人のそれぞれのおすすめのアイテムのいいところとかを皆さんに紹介していきます。 Here we go。 じゃあまず私がおすすめするのはこちら。かわいい。この T シャツはですね、おすすめポイント、今流行りのフィラとのコラボアイテムで、とってもピンクラテとフィラのコラボレアなわけですよ。そしてですね、色がどんどんどんと3段階になっておりまして、色が切り替えがあるっていうのもポイントになると思います。ここのロゴのところはメッシュが重ねてあって、とてもおしゃれです。これは短パンを下に合わせるとスポーティーになって、スカートを合わせるとオルチャンっぽく着こなせると思います。かわいいね。かわいい。ぜひおすすめです。イエイイエイ。続いて、じゃあ次はこのワンピースとベルトのセットです。イエイ。キャワ。これはフィラとピンクラテがコラボしてて、めっちゃ可愛いし、しかもこのフィラのロゴが斜めになっててレアで可愛いです。あとこの首元ラインが入っててめっちゃ可愛いです。しかもベルトとセットでめっちゃお得だし、このベルトも黄色でめっちゃ可愛いです。ポイントになるね。スタイルアップ、ね、そういいね。差し色にもなるし、1枚でスライド着れるし、もうおすすめです。ベルトレットついてるよ。輪っかがついてます。で、これにこのバットをします。はい、いいね。いいね。かわいい。でこの斜めって初めて見た。うん、ね、ね、いつもまっすぐだった。そう、だからちょっとスポーティーかわいい系、おすすめです。じゃあ、はい、次いて、じゃじゃん、このウエストポーチです。イエイ。で、今私が持ってるのはちょっと深めの赤だね。深めの赤とこの紫なんです。このシリーズカラーバリエーションが豊富だそう でこの色だと秋口まで使えるかなと思います。で、ロゴテープがついていて、ロゴテープのところにピンクラテって書いてあるんですよ。ピンクラテって書いてあります。で、この黒メッシュがすごくかっこよくて、しかもポッケがたくさん、1、2、3、そして中に内ポッケがもう1個4、全部でポッケが4個あって、よく使う方とかすぐ使いたいので、この辺に入れといた。チュチュって入れてチュ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 。そう、いろんなコーデに使えるかなって思います。スポーティーにもオルチャン系とかにも使えるかなって。あと大きすぎない小さすぎない、ちょうどいいサイズ感ですね。うん、そうね。これだったらちょうどいい長財布も、はい、確かに、うん、いいね。かわいい。友達と色つりとかね。うん、あと旅行のサブバッグとかにも使えるしね。いいね。いいね。かわいい。はい。紹介は以上です。この3点紹介しました。フィラコラボ。みんなもチェックしてみてね。ねえ。では、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。す。バイバーイ。